カネコでございます。ということで本日の食材がこちら、サクラマスっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、サクラマスっていうことでね、この魚が市場に出回ってくると春だなぁと実感しますね。でもサクラマスって一体何かと言いますと、渓流魚のヤマメがいますよね。でそのヤマメが川を下って海に出ました。で海でいろんな餌を食べます。で大きくなったものがサクラマスなんですよ。でちっちゃい頃は川で過ごすけど、大きくなったら海で過ごすってお魚も結構いるんですよ。で海でいろんなお魚を食べて大きく育ったこちらサクラマス、そんなご馳走サクラマスを使って今日は炙りサーモンマヨ丼を作っていきたいなと思います。たまにはお魚をジャンクな感じで食べちゃおうかなということでね。はい、そしたらまずは細かい鱗がびっちりついてますんで、この鱗を取っていきます。あんまりね強く擦ると身が柔らかいので傷んでしまいますんでね、こうね優しく擦る感じで、意外とね鱗しっかりついてるんで根気よく落としてください。そしたらある程度取れましたら仕上げをしていきます。ブラシを使って尻尾から頭の方にかけてザッ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 と、これで取り残しの鱗も取れますんでね。はい、綺麗になりました。はい、鱗が取れるとこんなにピカピカ、めちゃめちゃ綺麗ですよね。綺麗なサーモンですね。はい、そうしましたらじゃあお腹を割ってみましょうか。お腹の中何が入ってますかね。卵とかは時期的に入ってないと思うんですけど、胃袋の中なんか入ってたら面白いですよね。にしてもものすごいいいサーモンだな。お、ほら卵は何も入ってないですね。でこの細長いのが胃袋ですね。でこう開けちゃって、でこの状態でエラも抜いちゃいます。はい、でこのエラごと内臓を抜いちゃうと。胃袋の中は何か入ってるかな。なんか何も入ってなさそうですね。うん、何も入ってない、空っぽですね。かなり胃袋が大きいんでね、いっぱいお魚溜め込めますね。はい、このように内臓が抜けました。はい、そしたら背骨にこういうね膜がついてますよね。膜の下にこうやって血の綿が入ってるんですよ。これは人間でいう腎臓に値するところですね。血綿って言うんですけど、これ鮭のこの腎臓をこう塩漬けしたものがメフンっていう珍味になります。いつか作ってみたいですね。はい、こういう状態になりました。内臓もエラも抜けたセミドレスの状態ですね。そしたら頭を落として3枚におろしていきます。ヒレを上げて斜めに入れます。で背骨を落とす。で反対側向けて、反対側も同じように。はい、頭ですね。で頭はこうやって割って、これで塩を振って塩焼きにして食べてくださいね。はい、そしたら3枚におろしていきますね。下から1本で、毎回説明してますけどサーモンは身がとても柔らかいので、できるだけ入れる太刀数を少なく、で背中の方はちょっと丸めて皮をピンと張った状態で皮を1枚落とします。で皮が1枚切れたら、そこのガイドラインからまっすぐ包丁を入れてください。サーモンは骨がピンと入ってますんで、まっすぐ入れます。もう海外の動画とか見るとね、サーモンを本おろしでしてる動画は見ないですね。みんなフィレナイフでこうピューッと大名おろしでいってますわ。まあ、骨がまっすぐ入ってるんで大名おろしにしてもロスがないってことですね。で上も下も入ったらビビビビビッと断ち切ります。はい、そうするとドンと、わー綺麗な身ですね。でこの状態になりましたら、まずはここから背骨を落とします。こうですね、背骨だけを落とします。あんまり角度は下に向けず、包丁の角度は上、そうすると失敗しにくいです。でここら辺までいったらヒレを持ち上げてヒレを落とすと、こう落とします。でもう一回ここからスタート、で尻尾までいったら落とすと、これで背骨が落ちました。そしたらここに背びれの骨がついてますんで、ここも落としていきます。この間ですね、この白い線の間、ここが骨なので骨を上手に薄く落としていきます。はい、こんな感じ。はい、そしたらこの状態になりましたら、刃渡りの長い柳刃にチェンジ。
で腹骨をすいていきます。スーッと入れてスススススッとできるだけ薄く、できるだけ薄くお腹の骨をすいていきます。はい、でここら辺まで来たらもうここ骨入ってませんので、もう尻尾の方ですね、このお尻の方からビビビビビッと破く感じで取ってください。そうするとこう骨が浮き出て取れますんでね。でこれで腹骨はもうない状態です。で今日はみんなお刺身用の柵にしますんで、ちょっとこのお腹のところですね、お腹のところは薄くこう取って、でここにねヒレの付け根がありますんで、ここら辺からビーッと落としちゃいます。でこれは塩焼きですね。でこの状態になったら、どのサーモンとかマスもそうなんですけど、ここに骨がバババババッと入ってますんで、ここら辺からピンセットで抜いてってください。サーモンお刺身にするときは絶対ここ抜いてくださいね。これ抜かないとね、こんなに大きい骨がこっからここまで入ってますんで、もう喉に刺さりまくるサーモンのお刺身ができますんでね、これはね必ず抜いてくださいね。でこう抜いていくとね、こうやってサーモンのカスとかがついてきますんで、こうボールかなんかに水張ってこうチョチョチョンってやりながらこう抜いていくと仕事が早いと思います。でここら辺まで骨が入ってますんで、ここら辺まで一通り抜けたら、指で抜いた後こうやってなぞってください。そうすると抜き忘れがあったらボコボコっとします。ここに1本と、あとここですね、ここに1本、はい、2本ありました。でこれで OK ですね。はい、そしたら骨が抜けましたら、おぶしとめぶしを分けていきます。真ん中で真っ二つ、背中の方がおぶし、脂の乗ったお腹の方がめぶしと言います。で尻尾の方から皮を引いていきます。でちょっとここでもったいないかもしれないんですけど、この尻尾の先ってね結構筋っこいんですよね。お刺身にした時に口当たりが良くないので、もうほんとここら辺をねちょっと落とした方がいいのかなと思います。はい、こんな感じ。うわー綺麗ですね、いいですね。でこの皮はねカリッカリに揚げてチップスで食べるとうまいですよ。はい、で次は背中の方、おぶしを引いていきます。で包丁の角度は若干立てて、はい、こんな感じで。最近買ってよかったなと思うもの、これネタケース、これめっちゃいいんですよね。魚の余計な水分も下に落ちてくれるし、いちいちラップしなくても蓋をかぶすだけでいいのでね、めっちゃ重宝してます。ちょっと大きいので半分に切りましょうか。半分に切ってこうやって入れていきます。はい、このように全部柵状にできました。で一応サクラマスっていうのは天然のサーモンですので、もしかしたらアニサキスが入ってて当たる可能性があるんですよ。なので一度冷凍することをお勧めします。これをねルイベっていうんですけど、でも僕はねしっかり目で見て自己責任で食べるんで、今日は生で食べたいなと思います。まあ、薄く切って炙るので、まあ、よっぽど大丈夫かなということで、まあ、ただ養殖のサーモンと違ってサクラマスはアニサキスがいる場合がありますのでご注意ください。そしたらこの状態になったらもうあとは早いですよ。こちらのサーモンをスライスしていきます。皮目の方からこのぐらい、ちょっと大きめにね切っていきましょう。炙りますんでそんなに薄くは切らないで、1センチぐらいの厚さ、このぐらい、このぐらいですね。でこの状態になりましたら一度これを炙っていきます。多分油がねすごいと思います。ほらバチ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 って軽く焦げ目がつく程度ですね、このぐらい。はい、このように炙り終わりました。そしたらこれは一度冷蔵庫で冷やしておきます。そしたらトッピングに使うガーリックチップスを作っていきます。一つでいいかな。でフライパンにオリーブオイルでニンニク入れて軽く揚げ焼きにしていきます。でこういう風に揚がってった子から出していきます。はい、こんな感じ。そしたら丼に炊きたてご飯、こんなもんですかね。今日は酢飯ではなくてあえて白米で、で白米の上に先ほどの炙った桜マスを乗せていきます。こんな感じでちょっと乗せていきましょう。ちょっとこう斜めってる感じでね、こういう感じ。お、いいね。そしたらここにマヨネーズ、さーっと、でマヨネーズをちょっと焦がします。
頑張れガス、もうちょっとだ、もうちょっとだ、あーダメだ、切れてしまった。半分は炙ったということで火力アップ。そしたらここにネギを散らして、でガーリックチップスを乗せれば、はい、こちら桜ナスの炙りマヨ丼の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。できましたよこれ。見た目はねちょっとどうなのって思うんですけど、これ絶対うまいと思う。じゃあまずはね、ガーリックなしでこうです、いただきます。うまっ、全部がちゃんとしてる、浮いてるやつが一人もいない、みんな仲良くしてるわ。でこの桜マスのねとろける甘さ、炙ったことによってね、またさらに口の中でねホロホロホロっとほどけるんですよね。これがうまい。ガーリックチップス乗せていただきます。ガーリック入った方がうまい。ちょっとお醤油も垂らすとねまた美味しくなると思いますよ。うまい。はい、ということで今日はこちらのサーモン炙り丼ときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。今日冷えてるやつがこれしかなかったっす。さーんと開けて、で冷やしすぎて泡があんま出ないときはこうやってね手でね表面温めてあげるとね出てくるんですよ。ほら、こうやってどん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 出てくるんですよ。僕はここら辺で飲むのが好きですね。いただきます。なんだこの相性の良さは、最高だね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は新鮮な桜マスを使って炙りマヨ丼を作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったです。桜マスは今の時期しか食べれないごちそうなんですよね。なかなか出回らないんですけどね。なんで普通のお刺身用のねトラウトサーモンとかアトランサーモンでも今日のやつ美味しいと思いますんでね、サーモン好きの方はぜひチャレンジしてみてください。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。